ハーパーズ・ウィークリー氏に掲載されたステレオタイプ的なサザンベルのイラストサザンベルトは南北戦争前のアメリカ合衆国南部において上流階級の女性の理想とされた女性像のことである。ベルトはフランス語で美しいの意であり、サザンベルトは直訳すると南部美人ということになる。この時期最も著名なベルはケンタッキー州。 ルイビルのサリーワードであった。ルイビル市内のスピード博物館に展示されているワードのポートレートはしばしばザ・サザンベルと呼ばれサザンベルの代表とされている。サザンベルはサザンホスピタリティ、洗練された美しさ、恋愛感情を誘いながらも上品な振る舞いの縮図とされた。こうしたステレオタイプは多くの人に強い憧れを抱かせる要因となり、 We are just like you, o n リ y prettier, the sazan, bel ン・ r i m e r など、サザンベルに関する多数の著書も残された。また、現代のポップカルチャーにおいても、ヤーヤーシスターズ、グリッツ、スイートポテトクイーンズ、ブルドーザーズディスカイズドアズパウダーパフズなど、あらゆる呼ばれ方で、サザンベル像が残っている。一方、批判的な見方をする者は、 サザンベルのステレオタイプとは古い時代の抑圧されたコルセットをはめた若い女性像の象徴であるとしている。ありがとうございます。